お待たせしました。第2試合選手入場。本茶には角川桜ナイツ堀慎吾、あなたへの信頼に異論を唱える者はいない。堀の麻雀にはチーム戦を超えた人間対麻雀の戦いを感じる。最後の戦い、個人6戦目の登板です。なんちゃには EX 風林火山勝又健二、ただただ弱いなと痛感しています。そう語る勝又、今目の前にある結果が全て、今日が終わった時、その時に残された数字が今季の全て。風林火山が信じた男、個人6戦目の登板です。シャーチャには赤坂ドリブンズ園田健、いつまでも色褪せない初年度王者の栄光を胸に、人類で初めて M リーガーになったという誇りを胸に、今季のドリブンズの最後の一日を大いに楽しもう。個人7戦目の登板です。平茶には U-NEXT パイレーツ中林圭、俺たち UK コンビで必ずパイレーツを勝たせよう。悔しさの上に誓った2人の約束の地、ドラフトの日に流した涙の輝きがシャーレに映る。中林、個人4戦目の登板です。現実的な堀も、はい、勝又も現実路線に行くんで、これで、これ園田やラスにして7万点差なんてもう夢物語に近いんで、徹底的に相手だけ見ますね、はい、こういう時ってあの席、例えば桜ナイツの堀の下茶、いわゆる次に勝又が座ってますね、勝又からすると堀が1回前にプレーをしてるわけなんですけど、これってどっちか得とかあるんですか。堀の方がやっぱり有利ですよね。それどういった理由なんでしょうか。勝又がやっぱり仕掛けて動いて泣いていく手が入った時に、堀が上茶だと少し手間取るかなっていうことでね、これ逆の堀としては別にそういうプレッシャーがないんで、中林にはね、あの泣かれてもいい感じのパイは出てくるんですけど、堀ですから自分の手が大したことなかったらビシッと締めちゃうんで、勝又には泣かせないぜっていうことですね。さあこれどうします。6万でしょうね。ドラの赤、ごめんなさい、ウーソーのが赤く、カンロウソーはドラ受け、ただ形は両面ですよ。いや6万でしょ、まあ、大胆にイーピン切る人もいますけど、ゴロッチ狙って大胆ですね。ああ大胆だ、さすが勝又だね。ハネマン狙い、ハネマン倍マン狙いに行きましたね、あとこれチーしても単野3色ドラ赤ですからね。もしローソーが上茶から出たら動けるんで、はい、だけど堀なんでね、1個泣いたらあとはね、あり地獄になっちゃいますからね、何も泣かせてくれないかもしれない。勝又はこの仕掛けるタイミングが、そういうところですよ、難しいのは。やっぱこう上下の関係っていうのは難しいですよね。これだからローソー引き入れてからのチー点がね、理想ですよね。ですね。ローソーチー、カン、あ、ローソー入ってカンしてチー点っていうのが一番いいですよね、はい、そうですね。ローソー入ってそこでカンしちゃいますか。そこでカンですね、はい、あれ中林イーシャンテンだけどドラ余るな。あれ、あ、急走ないのか。となると急走切ってくるとありますね。さあ園田です。まず一面いてて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 、一枚切れのはずでした。ここで急走か。急走ですかね。なるほど。当たり前を当たり前に実行する力、これが中林の力です。それって、ね、大変なんですよね。それって大変なんですよ。しつこいね。ケンジさんお怒りですよ。ただ E ピン安全牌なんですけど、はい、ジャンピン4枚使いでチョン切らないじゃないですか、はい、これが勝又の鋭さっていうか、あの打ち手としての能力の高さ。このツボが中林の能力の高さ。あっさりです。シャーを引いてペンチーソー、ドラドラの先制リーチ。これは勝又絞ってるっていうことなんですか。そうです、そうです。
そのチューンを仕掛けるのが園田。堀に仕掛かったなら流れてもね、そっちが戦えばいいでしょっていうことなんですよね。ローソをくっつけて9万勝負という構えでしょうか。いそうな来ません。もう園田中林が上がるの関係ないんで、勝又にとっては関係ないです、ええ、なぜなら堀との差だけそう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 、現在その差7500点。だからこれ以上堀には上がられたくはないですよね、はい、1個目のイーソッポンしませんでしたけど2個目はした。攻めるね。最後ドラマで切るのか。安全牌で使わないもんね、イーソ。はい、カン、シャーのアンカン、シンドラがウーマンです。リンシャンはイーマン、ウーマンは中林の手に1枚、そして勝又の手に1枚。勝又どこまで攻め込むか、まあ、とにかくネックはローソーですよね。これ次第という感じがする。うーわ、さらにずれちゃったな。ダイレクトの筋の両ソーですが、イーソーがすでに4枚見えている。これはしっかり対応といった印象。チーソーは残り1枚です。ずれるね。ずれますね。これチーソー大丈夫ですか。ウーソー4枚見えてますよ、下さん。まずいね。ウーソー4枚見えてて、中林これスッチーソーはないんですよね。ウーソー切ってる位置になってるんで。まずいね。ドラが通るね、2個目。まずいね、これ。カンチーソーなんて考えられないからね。いや、カンチーソーありえないですね。ウーソー切ってる位置なんで、ね、ペンチーソーがあるかどうかですけど、急ソー4枚切れ。シャンポンだったらカンチャンにしないか。急ソー3枚、急ソー3枚切れ、急ソー3枚切れ。危ないね、これ。危ない危ない、圧倒的危ないですよ、これ。だってこれペンチーソーがあるとしたら急ソーがおかしいですもんね。はい、これは危ないよ。そうだ、ローソー切ったね、やっぱり。チー、あ、チーだもん。これはチーそうですね。の、マンガンから8000は8300。リーチドラドラ、裏ドラこそありませんが、シャーの暗冠が入っております。8000は8300。いやー、中林のローンの声に勝又ガクッときましたね。今来たでしょ。今ね、珍しく表情歪みましたよ。いや、これは珍しい。だって超レアケースですよ。いや、本当ですね。勝又の読みをが崩れた、ペンチーソー待ちとなって、急走が先に打たれたのはやっぱ大きかったですかね。いや、勝又健二、今季これが38戦目の登板となりますが、顔を歪めたのは今おそらく初めてかもしれません。